セイントセイヤ冥王ハーデス中二級編。ついにこの時が来たか。243年間、わしはこの五郎法の大滝の前に座したまま、一歩も動かず監視し続けたが、それももう終わりのようじゃ。ここから西へ1000キロの彼方の秘境、そこには前世戦においてアテナが邪悪を封じ込めた巨塔がそびえ立っている。だがそのアテナの封印ももはや効力を失う時が来たのじゃ。今こそその封印は解ける。そして冥王ハーデス率いる108の魔聖が闇の底からよみがえる。この地上を暗闇と恐怖によって支配するために。だがアテナとアテナを守るセイントがいる限り、ハーデスたちの思い通りには決してさせん。新たなる聖戦が今再び始まるのじゃ。先ほどから下の方でコスモがやたらざわめくのを感じてはいたが、幾重にも張り巡らせた結界を越えてこの十二級の入り口まで忍び込むとは、まさしく老師の恐れられていた通りの事態になったようだ。そこで止まりなさい。それ以上進むとあなたの命の保証はできません。見忘れたのか、ムー。この私の顔を。あなたは覚えていたようだな。ムーよ、お前に命令する。12時間以内にアテナの首をここへ持ってくるのだ。いかにあなた様のご命令といえども、それだけは。バカめ。このお方に従わぬことがどれほどの罪悪かよく分かっているよ。ムーよ。何？お前たち、キャンサーのデスマスク、ディスケスのアフロディーテ、未だに成仏できず死霊となってさまよい出たか。死霊ではない。俺たちは冥王ハーデス様に忠誠を誓い新たなる命を与えられたのだ。命と引き換えにハーデスの倉庫になり下がり、アテナのお命まで狙いに来るとは。それでもかつてはアテナの戦意とか、恥を知れ。さあムー、そこをどけ。もはやお前では話にならん。アテナの首は俺たちが取ってきてくれるわ。仕方があるまい。
やるか。よせ、ムー。その二人は私に従っていると言ったはず。その二人に剣を向けることは私自身に向けることだと思え。そこをどけと言ってるんだ。この白妖球を敵から守るのがアリエスのムーの使命。たとえ殺されたとしても通すわけにはいかん。ならば望み通り殺してくれるわ。死ね、ムーよ。誰だ、邪魔しやがったのは。お前は。セリア。ムー、どうしたんだよ一体。あんたほどの人がなんでやられっぱなしになってんだよ。一体何なんだこいつらは。デスマスクにアフロディーテ。バカな。12級の戦いで死んでしまったはずのこいつらが、なぜ。これは夢か。それともこいつらは幽霊なのか。ムー。幽霊ではありません。冥王ハーデスの戦士スペクターとして蘇ったのです。ハーデスのスペクター。ハーデスこそアテナの倒すべき本当の巨大なる邪悪。全聖戦でのアテナの封印が解け、再び地上を暗闇と恐怖で支配しようとして蘇るハーデスの野望を阻止するために、その新たなる聖戦のためにアテナ、私たちセイントもこの時代に生を受け、このサンクチュアリに集ったのです。そして蘇ったハーデス軍が真っ先に狙ってくるの、このサンクチュアリの破壊とアテナの首。なんと。そうか、ポセイドンとの戦いの時、ゴールドセイントたちがサンクチュアリを守って動かなかったわけが、これで分かったぞ。一時は老子さえも変に疑ったりしたことがあったけれど。それよりセイ、君は何をしにここへ来たのですか。俺、マリンさんに確かめたいことがあってギリシャまで来てたんだけど、このサンクチュアリで異様なコスモを感じたんだ。それで。帰りなさい。え、ここはもはや君のようなものの来るところではありません。早々に立ち去りなさい。君やシリュウ、ヒョウガ、シュン、一騎の5人は今後サンクチュアリに近づいてはなりません。近づけばアテナの名のもとに死を与えます。死？これはアテナのご意志なのです。バカな。俺たちは今まで数多く戦ってきたアテナのセイントだぜ。それにハーデスのことを聞いた以上じっとしてはいられない。他のみんなだってきっと気がかりのはずだ。ムー、これは何かの間違いだ。沙織さんにアテナに会わせてくれ。やかましい。さあ早く消えろ、ブロンズのクソガキめ。もたもたしてっと俺が煮殺してくれるぞ。お化けのお前なんかにそんなことを言われる筋合いはねえ。消えるのはお前の方だ。やってやるぜ。来い、デスマスク。よし、望み通り俺がお前を消してやるぞ。死ねー。
デスマスク、本当のカニみたいに炙く服までやってやる。早く消えろブロンズのクソガキめ。もたもたしてっと俺が煮殺してくれるぞ。レディー、よし、うわー、くらえ、よっしゃ、やったぜ！